どうもお豆です。メリークリスマスだバカ野郎。現在、クリスマスイブでございます。おそらくねサンタさんが、まあ、頭上の方に、まあ、飛んでるかなと思うんですけども、僕は彼女もいないしいい子でもないので現在クリぼっちでございます。ヤッフー。はい、サーキット走行会後の初めてのね、まあ実写動画なんですけども、まあね、あれからいろいろあったんで、まあいろいろねお話ししながら、まあドライブしたいなと思います。まあこっからねなんか言えること言うと、まあこんな感じでなんとねホイールが変わりました。まあねなんかいろいろあってちょっとまあタダでね譲ってもらったんですけど、まあちゃんとね、冬のためにはいスタッドレスね履き替えて、で、まあ現在冬を走っているんですけども、めっちゃ俺の白い煙映る。あとこれ以外にね、車変えたポイントいくつかございましてね、でん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 赤はい、まあおかしいもんがついてるんですけどね、ミニバンとは思えんね。はい、ウィッシュにねついてちゃいけないもんがついてるんですけどもね、ちょっと友人からいただきました。これね、まあちょっと低速トルクは落ちるかもしれないんですけどね、めちゃくちゃいい音なります。本当にアクセルフンって踏んだ時のね、あのスコーンって音がめちゃくちゃいい音します。そしてね、ドアを開けると、はい、おかしいね。本当にこれウィッシュかなっていうのがついてるんですけどね。まあまあまあ、ちょっとこちらもね、ちょっとお譲りいただいたんでね、つけております。まあまあ、まあさすがにね、腰痛すぎるから、もうちょっとしたら外そうかな。さあ、エンジンちょっとかけてみましょう。いや、相変わらずいい音鳴りますね、本当に。一応ちょっとね、怒られない程度に吹かしてみると。排気音変わりましたよね。めちゃめちゃ音するんだけど。ちょっとドラレコのね音声なんでちゃんと入ってるかがわからないんですけども。いやこんな感じでね結構。こんな感じで結構いい音がね聞こえます。いやマジでね排気音変えてからねめちゃくちゃねちょっと加速するときにねいい音鳴るんですよね。本当にサーキット行く前にこれつけたかったなっていう感じですね。エアクリ、いやーええ音するわ。マジでいい音する。こういう感じのね実写動画ってあんまりね再生されないんですよね。やっぱみんな BMAG とかみたいななんかゲームが好きなのかな。あんまやっぱウィッシュって興味ないんですかね。ねえ、まあまあちょっと一部の層にね受けるんだったらねまあいいんですけどもね、思った以上にねあのサーキット走行のねインプレ動画がなかなか伸びずに、てっきりね僕1000は行ってくれるかなと思ったんですけどね、1000すらも行かずにもう600何歩ぐらいでしか再生されなかったんですよね。悲しい。そうだからね、どうなんですかね、こういう動画欲しいですかね。欲しいって思った方は、まあ、グッドボタン、高評価、チャンネル登録お願いします。あとね、まあ、この動画見てくれた人だけに言います。まあ、ツイッターでもねちょっと匂わせはしてるんですけど、あんまりね、まあ言ってないんですけど、はい、この一周春までにはもう少しいろいろいじっていきたいと思います。なんか普通のミニバン好きな人からしたらね、な怒られるかもしれないけどね、こんななんかねミニバンをミニバンじゃないようなね扱い方しててけどね、まあこれは僕の車なんで僕の好きにさせてください。そう、まあ一応ねホイールは、まあ、まあ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 一応ブリヂストン製のねホイールはまあ入れたんですけど、今回ここからねいろいろさらに入れていきたいと思います。何を入れるか、この車に、ね3つの新しい要素が加わります。そのうちの2つはなんと、まあ電子関係ですね。電子関係のパワーアップです。 ESC ね書き換えなんかはね、まあちょっとお豆さんはねまあお金ないんでまあ無理なんですけどね、幸いにも2つのね、機械を結構安く仕入れられましたね。合計なんか15万ぐらいするんだけどね、それがなんとまあ本当にね15分の1の値段ぐらいで手に入っちゃって、この2つがねまあなるべく現時点でお金をかけずにまあカスタムできるポイントですね。そしてもう一つとんでもないものを仕入れました。こちらはね結構お金はかかっちゃったんですけども、なんとね、足回り関係
まあ足回りって言ったらね、まあ大体の人はまあ察すると思うんですけどね、まあ足回りのパーツを一つ、まあ一つっていうか、まあ正確には4本か、まあ4本この車にぶち込む予定です。まあね、本来結構高級品らしいんですけどもね、そちらも割とね、まあ中古価格でも結構安い、まあ中古価格の3分の2か3、まあ2分の1ぐらいでね手に入れれたので、まあ、そちらを、まあそちらもね、つけたいと思うんですけども。何がね、素晴らしいポイントかってね、この3つのパーツ、すでに私、手に入れております。お豆さんね、結構ね、実はこの車納車してから1ヶ月後にね、ツイート報告したりね、結構実は裏で回してることが多いんですよ。ということでね、この3つのパーツ、春までに完全に入れて、まあ改造したいと思うんでね、まあもし、まあちょっとでもね、こういう動画好きな人はね、ぜひ、まあ、チャンネル登録、グッドボタン、高評価を押してください。それじゃあね、お豆でした。バイバーイ。バイ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 。